シルバーストンサーキット。シルバーストンサーキットは、イギリス、イングランドのノーサンプトンシャーとバッキンガムシャーをまたいだ場所にあるサーキット。第二次世界大戦中は、イギリス空軍の爆撃機の飛行場として使用されていた土地で、現在もトラック内側に3本の滑走路の名残がある。1947年に、地元住民が最初のレースを行い、 遊牧していた羊を跳ねてしまったことからマトングランプリと呼ばれた。1948年には王立自動車クラブが敷地を借り受けて本格的なサーットを敷設し10月2日にオープニングイベントのラックグランプリが開催された。サーキットへのアクセスは自動車利用が主となるが周辺道路の整備が遅れたためレースウィーク中の大渋滞が名物であった。 広大な敷地を利用して、キャンプ施設もある。1950年5月13日には、この年から始まった、海一世界選手権の開幕戦イギリス GP が行われた。以後、海一イギリス GP は、エントリーやブランズハッチと持ち回りだったが、1987年以降は、本サーキットにて、毎年開催されている。 2010年からドニントンパークへ移る予定だったが、ドニントンパークの資金繰りが悪化し開催できなくなったため、引き続きシルバーストーンで開催されている。しかし、シルバーストンサーキットのオーナーであるブリティッシュレーシングドライバーズクラブ、BRDC は2017年のイギリス GP 開催時期、開催費用の負担増加により、経済的損失が大きくなりすぎることを理由に、 開催契約の解除条項を行使した。これにより、シルバーストンでの開催契約は、当初の予定では2027年までとなっていた、2019年までに短縮されることになった。二輪のロードレース世界選手権では、1977年より1987年まで、イギリス GP が開催された。2010年からドニントンパークに変わって、再び開催地となる。 その他、FIA GT1 世界選手権、イギリスツーリングカー選手権、ラリーグレートブリテン、スーパーバイク世界選手権、FIA 世界耐久選手権など各種カテゴリーのレースが行われている。2005年には D1 グランプリが開催された。全長 5.891km アリーナレイアウトとも呼ばれ、2010年以降メインコースとして、開 モートジッピーのイギリス GP で使用されている。ほぼ平坦な土地にあるため、走行中に風の影響を受けやすい。イギリス特有の不安定な気候と相まって過去に様々な名勝負が見られた。かつては6本のストレートを緩いコーナーで繋いだ五角形に近いレイアウトで、ホッケンハイムリンクやエステルライヒリンク、ゲン、レッドブルリンク、モンツァサーキットらと並ぶ。 超高速コースとして知られた。1985年イギリス GP の予選では、ウィリアムズのケケロズベルグが平均時速258キロを超えるラップタイムを記録した。1991年に大改修が施され、複合コーナーが多数配置された高速テクニカル、サーキットに生まれ変わった。その後も1997年や2000年などにも、 レイアウトに小変更が加えられた。2008年より、モート GP の誘致も睨んで、これは、カイチイギリス GP が2010年よりドニントン、パークで開催される予定であったため、それに代わるイベントとして、モート GP を誘致することとしたと思わる以前から、計画のあった再改修が行われ、トラック中央部にアリーナ区間が追加された。設計は、ドバイオートドロームを手掛けた。 アメリカのポップヤラスが担当した。さらに2011年には、キューピット施設に代わり、最新鋭のピットやホスピタリティを備えた複合パドック、シルバーストーンウィングが完成した。2011年以降のコントロールラインは、クラブコーナー立ち上がりのストレートに置かれる。アビー、ファームの低速試験が高速エース時に変更され、ここから新アリーナセクションが始まる。ビレッジコーナーで減速し、 ザループを左に回り込み、ウェリントンストレートへ、ブルックランズコーナーより、9コースのインフィールド区間に合流し、ルフィードコーナーから、9ホームストレートへと加速する。91コーナーのコプスは、度胸試しの超高速コーナー。これを抜けると、シルバーストン名物のマゴッツ・ベケッツ・チャペルの高速、S 字へ、左右にマシンを振りながら正確なライン取りが要求されるため、非常に、 難易度が高い。続く、ハンガーストレートは、コース幅が広く、ストーコーナーにかけてが、オーバーテイクイントとなる。ストーコーナー出口からやや下って、ベールを通過し、クラブコーナーをタイトに回り込むと、ホームストレートに戻る。その他に、コース北部分のナショナルサーキット、全長 2.639km、南部分のインターナショナルサーキット、全長 2.978km、 コース内のストーサーキット全長 1.738km という3つのレイアウトでも使用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。